はい、どうもカッパ園長です。中国生産よりもね、まあ日本国内で作った方がコストを2割もカットできるそうです。うん、じゃあどんどんやりましょうね。うん、まあいいことじゃないですか。まあアイリス大山さんね、なんか CM は面白いなと思うんですけども、まあ僕個人的には特になんか、どうこうっていうのは別に何もないんですけども、まあ中国依存をね見直して、日本国内にっていうこの流れ自体はどんどんやればいいと思うんですよ。うんね、今更遅えよと、ね、どうせ不利だろみたいな、まあいろんな見方してるいろんな人の意見あるのは知ってますけども、基本的には僕悪いことじゃないと思うんですよね。ただまあ本田さんの件もあるんでそういうことしのでもやっぱりこの中国でみたいなのもありのみたいな、結局なんか何がしたいのかよく分かんない、ああいうなんか中途半端というかね、うん、っていうのはなんか良くねえよなって思うんですけどね。結局なんかこの中国べったりかよみたいなまあそんなことにならなきゃいいんですけどもね。うん、アイリス大山さん、なんか50種類ぐらいのこの製品のこの生産を、まあ、中国やめて日本国内でっていう、そういうことらしいですよ。もうどんどんやればいいんですよね。うん、円安の長期化などの影響で海外の工場で作られる国内向け製品の生産や輸送のコストが上昇していることから、仙台市に本社がある、ね、生活用品メーカーアイリス大山さんが、わずかでもねちょっとでもコストを抑えようと、中国で行っているおよそ50種類の製品の生産を日本国内の工場に、ね、移すことを決めたそうです。だまあ検討じゃなくてもう決めたっていうことで、ね、あとやるだけと。で、この仙台市に本社がある生活用品メーカーアイリス大山さんが、中国にある大連工場、主に日本向けプラスチック製品などの生産しているところだったらしいんですが、まあ原材料価格高騰とか、あと円安の長期化なんかの影響で、まあ中国でのこの生産、メリットがもうないと、逆にデメリットだと、日本へのこの輸送にかかるコストがね、まあ上昇していますよと、あとこの、なんていうのかな、この衣装ケースっていうのかね、このほら、なんか、長いやつおかしいな。縦長あ、並ばった時にこの深さのあるほら、この引き出しみたいな感じのあの、透明半透明みたいな、そういうケースあるじゃないですか。ああいうなんかこのプラスチック製のこの収納用品ですかねが、まあ約50種類、これの生産を、まあ、日本国内にある3つの工場にそれぞれ移管させることを決めたそうですよ。まあ、いいんじゃないですかね。でまあその工場のうち、埼玉県深谷市に、ね、工場があるそうなんですけど、その工場には、まあ、今月生産に必要な6種類の金型が中国からもう到着して、まあ、生産に向けた準備を進めてるんですって。へえ、埼玉工場。ほお。でまあ中国から、日本国内に生産を切り替えることでおよそ2割のコスト削減が見込めると、いうことで、まあこのアイリス大山さんがね、会社として今後園芸や除雪用品の生産の移管も検討中だと。まあ、どんどん引き上げちゃえばいいんじゃないですかね。で、アイリスホールディングスグローバル経営企画部の、小松マネージャーという方がね、輸入商材の原価が上がって収益性の低下は避けられないと。お客様にとって最も良い条件で、商品が作れる生産地を柔軟に検討していきたい。だそうです。うん。いや、もう日本国内にね、戻ってくるいいチャンスじゃないですかね。うん。あれ、アイリス大山さんじゃなかったっけ？なんかこの間発売されたさ、なんかこのタブレット、なんか端末なかったっけ？なんかこの日本国内でね、この組み立てとかになったらさ、まあ一応国産っていう扱いになったりするのかな。まあ中身開けたら違ったら違ったっていう感じになっちゃうんですけどもね。なんだかんだ言って、ね、うん。日本国内ね、日本産メイドイン、まあ昔で昭和の頃に言うこのメイドインジャパンとはちょっとね、意味合いがもう違ってきちゃうのは承知の上で、それでもやっぱりさね、うん、なんか国産、まあ応援したいっていうのも含めてね、うん、まあやっぱりこのクオリティとね、でそれにこのなんていうのかな、見合ったこの価格、商品価格、うん、なんでもね、この安かろう悪かろうね、とにかく1円でも安くっていうのはもうさ、もう昔の話じゃん、そんなのは。で僕個人的にはそう思うんですよね。やっぱりそれなりのものはそれなりになんかこう値段する。うん。特にこの食べ物とかはやっぱりそうだと思うんですよね。うん。まあ直接アイリス大山さん関係ないかもしれないけど、あれ？でもなんか炊飯器のなんかお米の CM もしてませんでしたっけ？なんか若干食品も
あったような、まあちょっと詳しくは知らないんで分かんないですけども、まあ他のね、このなんか食品扱うこの企業さんなんかもね、うん、どん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 この国産にこの回帰ね、うん、まあ昔と比べてさ、ね、何でもかんでもこの日本製、ね、この日本産が安心で安全でとは言い切れないのは知ってますけどもね、それでも明らかにこのね、中国産中国製よりはまだマシじゃねえのかなって、わかんないです。ものによってはどっこいどっこい、あるいはね、うん、下回っちゃうのがあるかもわかんないですけども、うん、それはまたね、まあそのケースバイケースじゃないですけどもね、その都度その都度なんか考えればいいと思うんですけども、まあとりあえずね、早速戻ってくるってことでね、うん、日本国内回帰ね、日本産でいいじゃないですか。僕は個人的にその方がいいと思います。まあ円高でもね、大したことできねえんだからこれでいいと思うんですよね。うん、まあ目的はね、一応このまあコストカット2割って言ったらだいぶ大きいと思うんですよ。でもそれはメインじゃないですよね。うん、お客さんのため、うん、いや別にね、うん、綺麗事、とりあえずなんかこう歌うだけ歌っとくっていうんで、それでもね別にいいですよ。うん、ね、目的なんかね、この批判なんか知んないです、これを批判的に捉える人がものすごい多い気がするんですよね。うん、日本国内にこの工場を戻してさっていうのも別にいいじゃないですかね。目的がコストカットだったとしても別にいいじゃないですか。それが要はお客さんに還元される、うんね、だって結局その商品の、ね、このクオリティとかさ、ね、うん、内容にこの釣り合った、ね、この価格設定だったら別にいいわけじゃないですか、うん、しかもこれ別に高くつくけど、ね、日本に戻すとかそういう話じゃないんだから、うん、まあでも、ね、この一応、うん、アイリス大山さんもこの急成長中 の, この企業の一つでしょ、まあ、なんかやっぱフットワーク軽いっすよね、うん、やることが早いですよ、うん、ね、だからこういうのはね、うん、歓迎されるべきだと思うんですけども、なんかやっぱりこの日本がさ、ね、日本人とか日本企業とか、日本の何かしらがこうね、日本にとって、日本人とか日本社会にとって、このプラスになる、ね、ポジティブな、なんかそういう効果を、期待できる、そういうこの発言とか行動を取ると、なんかこの日本のマスコミってこの批判的に書きますよね、必ず。ね、中国を裏切ったかのような。ね、そういうことを匂わせながらこのね、この記事書いたりする、日経なんかがもろそうじゃないですか。最近はそうでもなかったかな、うん、いやもうね、費用削減で、ね、生産を日本国内でね、うん、まあ日本、もともと日本国内で生産調達していた完成品とか部品を、まあ、円高が進んで海外生産海外調達に切り替えた、それは円安に戻ったので元に戻すだけでしょ、うん、だからやれるところはやれることからどんどん片っ端からやっていけばいいと思うんですけどもね、うん、まあ20年ぐらいでしたっけ、製品のこの付属品レベルのものはね、四半期前ぐらいですかっけ、調達先変えたりしてて、紙の説明書なんか毎月変えてましたよね。まあなんかそれももう昔の話で、今このネットでさ、ね、PDF ばらまいているパターンでしたっけ、まあそれぐらいこの、為替差損っていうのかな、物流費、やっぱり重要は重要ですよね。うん。だからそこで利益食われたら、やっぱりこの企業は、ね、物とかこのサービス、まあこの国内でこの作る意味がね、やっぱりこのなくなっちゃう、見出せなくなっちゃうんで、うん、まあ何にせよ、ね、まあこういう対応はすごい早くて、ね、早ければ早いほどいいと思うんでね。うん。まあぜひね、頑張ってもらいたいですかね。他もどんどん続けばいいのに、ねえ、ホンダの電気自動車中国では何だったんですかね、あれ。本当に。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。